えー、天才というお笑いを一席伺います。これはまあ、進学から出ましたお話でございますね。落語の方では、とかくわけのわからない方が出ませんと、面白くございませんよ。で、今日は明日と違うんだろう、なんていうご人が、大立役者という次第でございます。ちょいと、お目に聞きたいことがあるんだがな。なんで どうしても俺に、俺には分からねえんだが、上ばみっていうのは、どういうわけで上ばみってんだろうな。どういうわけでって上ばみだって、上ばみは上ばみじゃねえか。それかよ。どういうわけで上ばみまみどういうわけってお前。上が、バムから上ばみじゃねえか。ああ、そうか。上がバムから上ばみか。上なんてものは本当に、 バムものかなああ、バムとも。なんだかわけがわかりませんね。こういう方が出ますると、お笑いになることはいくらもございます。ちょいとすまねえ。えー、連情5、6本書いておくんなせええー。世の中にお前くらい礼儀を知らない男はないよ。なんだいきなり人の家へ飛び込んで。 え飛び込んできて挨拶もしてずに、離縁を5、6本書いてくれな。そこへ座んなさい。人間生涯のうちにな。仲人とユカンはしたいが、離縁状なんていうものは書きたくないな。いそはまあ聞いてるんで、人間生涯のうちに必ず仲人とユカンをするものだということを聞いてるんで、え、え、愉快しましょうかカンってお前。 死んでないよ、わしは。誰のだおめえさんの。わしはまだ生きてる。その方がやりいいだろう。冗談言うなよ。生きてるうちに愉快をされてたまるわけのものじゃないよ。え一体、その五六本の離縁状を、うつくなにでもしようっていうのか。いえ,いえ、余ったらね、壁貼っておこうと思ってるんで。 冗談じゃないよ。現状を壁へ貼るやつがあるか。ええ、じゃあこうしましょう。っぽんで多いと言うんならね、ギリギリ、決着に負けてやるから、ん子書いてもらおうか。なんだそのん子っちゅうのはわからねえな。二本書いてもらおうじゃねえかって言ってんだよ。それがわからない 一本は誰にやるんだいたかにやるんだよ。ありえんじょう女房にやるのは、まあ当たり前だ。もう一本は誰にやるんだいへっ。わかってる話じゃねえか。ばばーよ。ばばーなんだばばーというのは。うちにいるばば知りませんか古くからいるばばー。ちょうちんばばを知らねえか梅干しばばー。 ちょうちんばば。なんだよ、ちょうちんばばっていうのは。横にシワが寄っているから、ちょうちんばばじゃねえか。縦にシワが寄ってりゃ、からかさばばあだ。何を言いやがる。自分の親を捕まえて、ちょうちんばばあとはなんだ。あれはお前の親じゃねえか。十談っちゃいけねえ。変なこと言ってつまらねえ。濡れ着ぬを着せんな。なんだい、濡れ着ぬっていうのは。 俺はお前のおっかさんじゃねえか。どういたしまして、とんでもねえことだ。してみるとあれは何かいお嫁さんのおっさんかいどういたしましてご親類のお方かいいえいいい。一体何だいさあ何ですかな何ですかなって。お前のうちにいるんじゃねえか。ええー、いることは古くいますよ。 何しろ、あっしが生まれねえ前からうちに嫌がるんですからね。得体の知れねえばあさんで、古すぎますからことによったらうちの主じゃねえかと思ってるんで。いやい、変なことを言うなよ。主というのはないよ。あんまり不思議だからね、この間、わしが寝ながらよーくよく考えたら、3年目に死んだわしの親父の母なんですがね。 どうもあきれけったふてえばばあがあるもんで。なんだな。おとっつゃんのおかみさんならお前のおっかさんじゃねえか。<laughs> はっはっはっは,は。そう、当たるかい。当たるかというのはおかしな。親にリエやるやつがあるかい。ばかばかしくって話ができねえな。一体どうしたんだ いや、何どうしたもこうしたもねえんだ。実はね、おめえさんの命だが、今朝起きたところは、どうも心持ちが悪いから仕事を休みましてね、うちにブラブラしていると魚屋がやってきてね、生きのいいのがあるが買わねえか、と、今日はどうも懐中具合が悪いから、買うわけにはいかないって言ったらね、そしたら気が利いたら、銭はいつでもいいから、置いていくよって言って、 魚屋が置いて行ってしまったんですよ。それから、皿へ乗っけてね、水亀の上に乗せて、おおっか、湯へ行ってくるから頼むぜって言って湯へ行っちゃった。で、湯から上がって、これをお魚に一匹やりゃ、心持ちが良くなるなと思って、ほんで湯から帰ってみると、おめえさんの命だが、水亀の上に乗っけておいた皿もなけりゃ、 魚もね、流しを見るとお皿が粉々に壊れていて魚がね、それからおっか、ここへ魚を置いたのを気がつかなかったかいと言うとカカアの言うには、洗濯してて気がつかなかったよ、と言うんだよ。何の気なしにひょいっと向こうの屋根を見ると、おめえさんの見えだ。裏の泥棒猫だ。 その魚を屋根の上へ持って行って、あぐらをかいて、うまそうに食っているんだ。おい、猫があぐらをかくやつがあるかいえ、え、それがかいているから、ズーズーし。何を言いやがんだ。猫の野郎、魚を食ってしまったから、勘弁できねえ。それからかかあとばばあと、脅かして、 なんだっててめえたち。二匹人間が揃ってて、たった一人の猫の番ができねえ。おいおい、気をつけて口を聞きなよ。なんだい、二匹の人間に一人の猫っちゅうのは。ああ、なるほど、おかしいかおかしすぎる。猫の野郎が魚を食っちまって、今まいましいからこっちは一つ、猫を食っちまおうと思ったが。お、お、おい、えらい勢いだな。 屋根の上だからどうすることもできねえ。それから奥へ,へ入って、大江の槍を小脇に買い込み、お前んちに大江の槍なんかあんのかいいや、ない。仕方がねえから物干し竿を担いできて、先へ出馬包丁を結びつけて、見当をつけて、置いて、さっと着いた。 かわいそうなことをするなよわしは猫好きだ猫はどうした早いの早くないのピューッと逃げて行ってしまいやがったなんだい面白くもねえからそれからわしが猫に怒鳴ったんでなんだっていやあやあ敵に後ろを見せるひきょう未練の泥棒猫 へいざひっかいして尋常に勝負に及べ。おい、猫が勝負をするやつがあるかい。猫は青を食ってうちの中へ駆け込んで、にゃんとも言わねえ。何を言いやがる。それからね、わしはね、そのうちの目へ行って怒鳴ってやったんだよ。よく怒鳴るな。何と言って怒鳴った。てめえのうちは、何だろう。おかずを買うことができねえから。 猫をおとりにつけやがってほうほう、ほうぼうのおかずを盗ませてんだろ。そんな猫にいられちゃう長屋のもんが枕を高くして飯を食うことができねえ。妙な威張り方をするなよ。枕を高くして寝ることができねえということはあるが、飯を食うことができねえは変わってるな。 さあ、こうなりゃ、ドイツ、こいつの容赦はね、俺が相手になるから片っ端から出てこいと、原稿をこしらえてうやってやった。で、出てきたかところが出てこない。考えてみたら、みんな留守なんだ。何を言いやがるんだ。留守なら出てくるわけがね。そうすると出てこないでも、 いいうちのややつががね出てきやがってきっ何だってお前さんくだらねえことを言ってるんだいお向こうのお家にはね、人形ならないご厄介になっている。そんなことを言う人がありますかと。こう、カカオの野郎が理不尽なことを言いやがる。何が理不尽だ。そこでね、何を言いやがるてめえたちの出る幕じゃねえ。 組んでろとひょいと手をあげると、かかわの奴が五六軒飛んでって、吹っ飛んだ流しへ尻餅をつくと、途端に手放しで、うーっと泣き出しやがって。ダーマ、いい心持ちだ。冗談言うな、お前。この野郎、おかみさんを原稿で殴り倒したな。この DV 奴らは、この野郎、 おかみさんをん子で殴り倒したなこの DV だお前は。ドメスティックバイオレンスだ。冗談言うな。殴ったんじゃねえや。どうしたんだちょいとね、ん子を出すとそそっかしいかかわでん子へぶつかってきやがったんで。セルフドメスティックバイオレンスだ。嘘つけ。いくらそそっかしいって。 玄関へぶつかってくるやつがあるかいそうするとな、奥から馬場が出てきやがって、言い草が尺に触る。嫁を殴るんなら、私をお殴りなさい、と言いやがるんだ。はは、嫁を殴るなら私を殴れとは、恐れ言った。で、どうしたい頼まれてみれば、あ、どうもお前の言うことが気に入らないな。 何代頼まれてみればというのは、とにかく、親ですからな。それは大事な親だ。ことして親に逆らってはいけねえと、こう思ったものですから、おあつらえならというのでぽかッ、おい、養殖じゃねえぜ。おあつらえなんて、ポカッとやったのか。冗談言うな、ね。なんぼ。 わしがわけがわからねえったって気の毒だが、親に手なんぞあげねえや。感心だね。蹴飛ばした。なお悪いや。バカ野郎、親を蹴飛ばすやつがあるか。諦れけえったやつだ。本当に。おめえさんの命だがね。弱にさってしょうがねえ。ババアとかカと仲が良すぎる。それがおかしい。 嫁、姑が仲が良ければ、このくらい結構なことはないじゃないか。冗談言うね。何しろ、カカはババアの肩を持つ。ババアはカカアの肩を持つんだ。ことによったら、カかカかとババアは、怪しいよ。おいおい、いい加減にしろよ。そんな言い草があるか。女同士じゃねえか。何しろ、この道ばかりは格別だ。 あれバカバカしくて話ができねえな。とにかくわしが手紙を書いてやるから。あいか、長谷川町の新道にベニラボーナマルという進学の心の学問だな。先生がカウンセラーだ。これはわしの友達でな、そこへ行って進学でも聞いてきなさいよ。そしたらお前の心が少しは柔らかくなるだろう。手紙を書く。 そこにご飯粒があるだろご飯粒を持ってきな。早く持っておいで。何をぐずぐずしてるんだよ。なんだってこんなにたくさん持ってくるんだ。食べるんじゃないよ。手紙を封じるんだ。少し持ってくればいいんじゃないか。で、余ったやつを食べると。おめえさん食ったねもったいないからちょうだいしたんだ。猫のおわんのだよ。 えー、ペぺっぺ、何をするんだ道理で生臭いと思った。さあ、これを持って行っておいで。なんとか言ったね。長谷川町の新道で、ベニラボをナマル先生。わからなかったら、ベニヤの隠居とお聞きなさい。離縁状の方はどうなるんだまだ忘れないな。帰ってきたら書いてやるよ。 じゃあ行ってくるぜ。すぐ帰ってくりゃいいじゃねえか、うん。すぐ帰ってくれよ。しみったれた隠居だな。と、隠居のところを飛び出してやって参りましたのが長谷川町。新道あたり。この辺だろう。聞いてやれえ。こんにちは。いらっしゃい。あのー、ちょいと物を聞くわね。 あははあ、なんでございますかなあ、そのなんだほら、その、えい,いほほ、なんですああ、俺の行くのはどこだいどこってやんた。変な人が来たよ。ちょいと変わっておくれ。俺の行くのはどこだよ。わからねえな。あなたのおいでになるのはどこだか、手前にはわかりませんな。へえ わかりません。知れて野郎だな。思い出せ。思い出せったって、あなたのおいでになるところですからな。それがよう、長谷川町の新道というのはここだな。ああ、長谷川町の新道はここですな。いるかどなたでその、ベラボー、ベラボーというやつがいるかいえベラボー ベラボうというお方は聞いたことがございませんがな。聞いたことはね、長谷川町の新道で、ああ、そうそうそう、ベニヤの隠居というのを知ってるかいああ、ベニヤのご隠居ですかい。ベニラボウ、なまる先生。ああ、その、毛玉の。どうも、毛玉のとは、驚きましたな。その先生ならば、この先に、古屋ぐ屋が見えましょう。あの、五六軒先の、 路地を入ると、月あたりに講師がはまっている。からすぐに知れますよ。早く教えりゃいいのに。知ってやがって教えやがらな、ね、い。あー、ここだな。こんにちは。はい、はい。べらぼうに怠ける先生いるかーい。ははベラボー、べらぼうに怠けるとは。 おいおい、誰かいないか表で怒鳴っている方があるぞ。はいはい、なんでございますなべらぼうに怠まけるのはおめえか。はっはっは、面白いことをおっしゃる。いや、べらぼうに怠まけてはいませんよ。行獣座がと。行獣座がとも。 食は全うしております。何を言いやがるベニヤの隠居っつうのは、こっち買ってんだ。やはりわしだが、さよう紅ラブオマルナ、ナマルは手前でございます。ご用なら開けてお入りください。当たる前のことじゃな。い。開けずに入れるか。ごめんよ。ご器用な方だ。足でこうしよう。お開けになったな。いらっしゃいまし。何かご用で。 用があるから来たんだ。用がなくてこんな汚え家へ来るか。さあ、ちょっとすまねえが、こいつを見てくれ。あはお手紙でございますか。拝見をいたしましょう。いや、これは、取得老人からのお手紙。ご返事が参るかもしれません。どうぞお待ち願います。えー、手前も一度伺わなければならぬのでございますか。 つついついご無沙汰をいたしまして。なんとも早、ああ、はあ、申し訳が、ああ、あ、あ、うふうふふ。<laughs> おい、嫌な笑い方をしやがるな、この野郎は。手紙と俺の顔と七部三部に見やがって、ふふんと変な笑い方をするない。どうも、何んど、失礼をいたしました。お使いと思いましたら、ご本人だそうで。 どうぞこちらへ。お上がりくださいまし。お手紙に預かりましたベニラ・ボー・ラ・マルはわしで、以降お見知りおかれまして、ご別婚を願いと存じます。え、何まあ、初めて、まあ、ご無沙汰を、どうもということが、この人言うことが面白いですの。初めてでご無沙汰は驚きましたな。お手紙の中にちょいと、 手前に分からぬところが一つございます。これは何かお間違いだろうと思っております。猫が魚を食べたために親に離縁状をやると。これは何かのお間違いでしょうな。い,いえ。うふ。ところが間違いじゃねえんだよ。うん、母、本当のことですか。本当なんだよ。 まだわしも、この年になりますが、親に連城をやるというのを聞いたことがございませんな。そうだろうわしが発明したんで、悪いことを発明しては困りますな。あはははあなたは、大変、短気と見えるな。何を短気だいや,いや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 、いだちと見えるな。 ちだとこれは困ったな喧嘩が何かお好きかなえ喧嘩大好きで喧嘩は自役に持ってやるんだやるかいやどういたしましてわしは喧嘩は大嫌いです <laughs> えまあまああとはとにかく道のお話をいたしましょう聞いていただきたい 何道の話をするこの野郎企画整理が済んだと見えやがって畜生、地下鉄か何かの話をしようってんだろう。そうじゃない。人の守るべき道がある。あなたがね、親に利縁状をやるっていうのは、人の道に欠けている話だ。針を行くネズミの道も道なれや。同じ道なら人の行く道。道の他に人なし。 人の他に道なし。道は片時も離れるものではない。離れるものはこれ道にあらずと言います。カラスに半歩の高あり。鳩に三死の礼儀あり。羊はひざまずいて親の父を吸う。スズメは中と亡きか。 ラスは、こうとなく。中高ですな。鳥類でさえ中甲、中高、中高と泣くのでですから、ああまあ、まして、万物の霊長たる人,人類、人間ですから、中高、中高と泣いてもらいたいな。 何を言いんだよ。牛はもう持って泣いてもらいてえや。おめえにな、いい歌を聴くしてやろう。きつね、コンコン。雉はケンケン。犬はワンワン。猫はニャンニャン。狸はポンポコ。腹包み。お馬が三匹一緒になったと。さあってんだ。コンコン、ケンケン、ワンワン、ニャゴニャゴ。おっぽこ、ポンの、ヒン,ヒンヒンヒンってんだ。これはにぎやかなお方がおいでになったな。何かい あなたはこの、肝人をご存知かなえ何肝主だいや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 主ではない、肝心。人間は肝人の虹が肝心だ。肝人が肝心だ。肝人の、なる肝人は誰もする。ならぬ肝人をするが肝人なあ,ああ、と昔の人が申されたという。 勘人の袋を常に胸にかけ、破れたら縫え、破れたら縫え、東照神君家康公が申されたことだそうだ。倒らるる人に薫るや梅の花、いい気持ちですな。気に入らぬ風もあろうに柳かな。憎むとも憎み返すな憎まれて、憎み憎まれ果てしなければ。 負けて引く人を弱きと侮るな。知恵の力の強く言えなり。え、ーン。お経と間違えちゃしょうがないな。どうも困ったな。あなたは、ケンケンで犬がワンワンとかおっしゃったな。うっ、キツネコンコン。生地ケンケン。もう一品やるか。もうよろし。い。あなたは歌はお好きかな あ、デイスキだ。歌と来た日にはおめえさんの前だが、デデイツだ。デデイツだ。まあ、ドドイツはよかったな。なるほど。えー、情があってなかなか良い文句がありますな。いい文句があるなんておめえさんの前だが、世の中にデデイツぐらいね、おつなものはねえ。 四国、西国、島々までも、どいつの小石の橋渡しというのが全くだよ。ああ、常りゃ、紫食いつきゃ、紅よ。色でしよげたこの体。小指切らしてまだ間もないに。手まで切ろとは、よくの。というな。どうだい伝統や。 伝統屋が恐れ言ったら、ああはあはは、わしのはそんなおつな文句ではないだ。兄さん、聞いていただきたいな。へっへ、話せるな。この逆ボタルめ。伝統屋の後が逆ボタルは驚きましたな。あっはは。 頭張られて痛くはあれど、笑っていられりゃ気が楽だ。借りたものなら寒くはあれど、脱いで返せば気が楽だ。おのが家業をせい出す人は、骨が折れても気が楽だ。上野の動物園で子供を産んでのそのそ,のその歩いていりゃ気が楽だって。これはどうだいこれはどうも困ったね。 どこまで行ったら話がわかるんだか。あなたね、失礼だがね、人に頭をポカリ殴られて、お手は痛くはありませんかと言って、ニコニコ笑っていられますかおや、おめえは俺に喧嘩を売るのか売るんなら売ると言ってくれよ。竹なんて言わねえ。いつでも買っちゃうんだ。 ねぎらないよ。ねぎらないでパッパッと買っちゃうんだ。べらぼうめ、バカも休み休み言え。人に頭を殴られてお手が痛くはございませんかはあ。何を言いやがるんだ、べらぼうめ。え。バいや、バカも休み休み言えよ。人に頭を殴られてお手が痛くはございませんくえ、何を言いやがるんだ、べらぼうめ。 向こうでポカッと来るうちにはこっちはポカポカッとやっちまうんだ。選手防衛だ。はは向こうでポカッと来るうちにあなたの方でポカポカッとなるほど。それは当たり前だ。ああそれはあなたがよそ行きのおなりで。表を歩いておいでになると小僧さんが水をまいていて、もしそうで。 あなたの、もし粗相であなたの着物に水がかかったと起きたらどうしますかなは小僧を踏み倒すね踏み倒すと言いなされば過ち粗相であったらどうするかな粗相だ粗相だってべラぼめい小僧なんだって俺に水をぶっ 駆け上がるポカポカポカッと殴ってしまうねなるほど気の短いお前さんだそのくらいなことはしなさるだろうなしかしまあそれは相手があるからいいやそれじゃあ地区はな大風の日にな表を歩いておいでなさる屋根から変わらか屋根が屋根から瓦わ、えー、ら瓦か看板が落ちてきてあなたの 頭におつむつむりへぶかって怪我をしたその時はどうなさるかなそこのうちへねじ込むね。何と言ってねじ込みますかなんだってこんなに落ちるようなことをして起き上がるんだと言っていくらか薬代を踏んだくらあ,あまあ乱暴だなこれも相手があるからよろしい。それでは。 四里四方、四死十六キロ四方という、のっぱらの中にかかって、夏の雨は馬の背を分けるっていうからな、俗に言う、夕立ちというやつだ。もし、のっぱら十二夕立ちに出会ったとしには、どうなさるかなべらぼうめなんだって何を言いやがるんだ、べらぼうめ畜生、そうなりゃ、天灯が相手だ、太陽が相手だ、お天灯様なんざ。 なんだって雨なんぞ降らしやがる。べらぼめ。太陽、降りてこい。おー、降りてこい。これは面白いな。ほっほっほ。その時にあなたの前よ。お天道様が、はいはいと言って、降りてきますかな。くだらねえことを言うと、ひっかくぜ、この野郎。天じゃ仕方がねえやな。おう、さあそこだ。 仕方がないという言葉に続く言葉はない。仕方がないというのはお前さんが諦めたためだ。人間諦めが肝心だ。な、このことを寺方の方で過去の因縁という。何事も因縁だと諦める。儒、まあ、学の儒道の方では。えー、天命、天の命ずるところ。 天命と諦める。わしどもの方ではこのことを天才という。天のなす災いだ、天才だ。バカボンじゃあないぞ。小僧さんは水をかけたと思うから腹が立つ。天道が夕,日夕立をふらして濡れたんだ。天才だとこう諦めれば腹も立たない。人間は諦めが肝心です。 天を向いて、唾をすれば、己の顔にかかる。落ちてくるので。天道に石を投げれば自分が怪我をするからだ。の山だ、うん。うめえことを言いやがな。この泥棒。泥棒は恐れ入ったな。あ、はあ、なるほど。つまり、天的に、預けてしまえばいいんだな。まあ、天のせいにすると。 早、はい話が小僧が水をかけたと思うと腹が立つけど、お日様が夕立を降らした。天道が、天が夕立を降らしたって、だから濡れたんだ。ああ、なるほど。ああ、なるほど。うふなるほど。お分かりになったかな妙なもんだ。いや、ありがとう。お分かりになれば結構、後期撲突は人に近し。 おのおの天命の性格、性を、賞をいただき、性は善なりき。分かれば結構だ。今度は無我というお話をいたしましょうか。え、面白くねえからよさ。これは露骨でよかった。なんとか言いましたね。ちょいとすまねえが、教えてくんねえ。なんで なんとか言ったじゃねえか。それ、勘主の歌よ。ならぬ勘主がどうとか、ええー、と、やつ。ああ、勘人の、なる勘人は誰もする。ならぬ勘人するが勘人。そうそう。それから、ずだ袋。ずだ袋ではない。勘人の袋を常に首にかけ。破れたら縫え。破れたら縫え。えー、でもありがとう。柳はいいのかい もう足は置いてまだ。いや、どうも。とんだ失礼をいたしました。お茶も出しませんで。お分かりになりました。かなどうぞ、しとく老人によろしくお伝えよう。なんだな。挨拶をしているうちにもう下駄を履いておいでになる。何か見えませんでございますかえー、ここへ足の増量をね、脱いでおいたんですが、片っぽなくなってしまったんで、 えー、ここへ、わしの、はあはあ、脱ぎっぱなしをなすったが、このへんは悪い犬がおりましてな、ことによると犬がくわえていったかもしれません。こうしてください。悪いのでよろしかったら、な、どうぞわしのを履いてお帰り。おっといけねえよ。これが犬がくわえていったと思っちゃ腹が立つが。 お日様が、お天と様が、天が加えていったと思えば、天才だ。ボンボンバカボンバカボンボン。天が、増量加えていくわけは、ない。ははは。しかし、その心持ちがあれば結構だ。ああもしもし恐れ入りますが、あとお締めください。冗大ちゃいけに 俺が閉めねえと思えば腹も立とうが、天が閉めねえんだ、天才だ、ボンボンバカ、恐れ入りました。ありがてあの天才坊主、うめえことを言いやがったな。天才だと諦めと言いやがった。ああ、小僧が天才を巻いてやがる。天才小僧だな。ボンボン、 バカな巻き方を仕上がるならこの天才はぶっかけられた日には大変だ。ひふみっと。これ、小僧。そそうにも人様に水をかけるやつをおるく。へーどうも誠に愛すいません。どうぞご勘弁を願います。あったあったは番頭さん小僧とを言いなさんなよ。小僧さんが水をかけつと思うと腹が立つんだ。 天が夕立を降らしたんだ。天才だ。ボンボン。いえいえ。天水浴ではありませんよ。<coughs> 水道の水で。何を言えやんだ。相手が素人じゃわからなくて困らん。おい。今帰ったよ。何をしてたんだね。水だらけになってさ。どうしたんだよ。 おぞうの天才を頭から浴びちゃったんだよ。おい、二人とも。俺にぽかぽかとぶたれたと思うと腹が立つだろうが、俺がぶったんじゃねえぞ。バカなことをおいでないよ。おっかさんを蹴飛ばして。冗談言うな。天が蹴飛ばしたんだよ。天才だ。ボンボンバカボン。腹が減ったな。 ちょいとすまねえが、お膳を出してくれや。ああ、あいにくなことをしてしまったよ。おまれさんが腹を立てて出かけたろ。晩まで帰らないだろうと思って、おっかさんと二人で今までご飯を食べてしまって少しもないんだよ。おやおや仕方がねえな。お前たちが食ってしまったと思うと腹が立つが、天が食った。天才だと思うや。こんな天才は。 らねえな。腹が減ったななんだか知らねえが長屋がゴタゴタしているじゃねえかお前さんがいなくなってねよかったって今も話をしていたんだよクマさんのところなんだよどうしたんだ千のおかみさんがね出て行ってしまったもんだからその留守にクマさんが他の女を引っ張り込んでお取り膳でご飯を食べているところにね よしいから、千のおかみさんが暴れ込んできたんだよ。王たち回りが始まったんだよ。長屋中そうがかりで、止めに入って、今、玄米さんがやっと収めたところなんだ。お前さんがいなくて本当によかった。そう今も話していたんだよ。ちょっと、あんた、どこ行くんだよ、お前さん。熊のところへ行くんだよ。およしよ、お前さん、今せっかく収まったんだから、何を言えやんだよ。 こっちは天才を心得ているんだ。こういう時に用いなけれや。ローズになら、こう、早速役に立つとは思わなかった。おいごめんよ。いや、ハツさんか。もう収まりましたよ。どうかお帰り。いいえ、源兵衛さん。おいおい、源兵衛さん。 何も俺俺をね、お履き物にすることを認めろ。いやもう、収まりましたから、お帰りよ。また、ぶっ壊されたら困るから、冗談言っちゃいけねえよ。いつもの俺とは違うんだ。気の毒だが、玄米さん。どういうことを言うか、黙って聞いていてくんな。おい、ま、もう少し前へ出るい。 あどうも、今日で。いろいろすまねえな。何を言うんだ。え、道のお話をいたします。なんだい、変なことを言うなよ。お前から道の話を聞くとは思わなかった。黙ってろい。はり、はり。えー、はりを行く道に、いた、ちの道。猫の道。電車の道に、汽車の道。 血の道え何をカラスはカーカー、スズメはチューチュー。障子が明るくなってきた。キスネのコンコン、キジがケンケン。犬ワンワンで猫ニャゴーニャゴー。なんだいこれは俺が天才坊主に教えてやったんだな。奈良の官人と駿河の官主が 首へズタ袋をぶら下げてきた。なんだいおらるる人に香るや象の花よ。なんじゃそりゃ気に入らぬ風もあろうに。カラスかなって言うんだ。また往来はあるか誰が誰がって、誰がじゃあねべらぼめ。 小僧が水をまきゃ屋根から瓦が落ちら。危ねえな。だから夏の馬は、夏の雨は馬が降ら。逆だ。う、え、ぅ、ー。お前だってそうじゃねえか。千のお神さんが暴れ込んだと思や。腹が立つが、天が暴れ込んだ、天才だ。 なあ、玄衛さん。なあに、天才じゃねえぞ。繊細だ。